締結式ではファジアーノ岡山の子会社 FH スポーツクラブの大谷社長と早島町の佐藤町長が協定書にサインをしました。この協定によって今後ファジアーノは早島町の宮山グラウンドを人工芝に改修し、着替えなどができるクラブハウスを建設します。また宮山グラウンドを含めた早島町の8つのスポーツ施設を管理運営するほか、早島中学校のサッカー部をはじめとする運動部を指導します。期間は2045年3月までです。部活の地域移行、いろいろ問題を抱えておりましたので、ファジアーノ岡山さんがその辺をまたフォローしてくださるということで、まあ、渡りに船ということで、お話に乗らせていただきました。子どもたちからこう大人、高齢者までがこうサッカーだけでなくいろんなこうスポーツをできる、環境、そういうようなことをいろんなことをこう多面的複合的にやっていきたい。